はい、皆さんこんにちは。長岡 HR420 桃助です。今日はちょっとまったり気味の動画、でいこうかなと思うんですけども、まあ今年の前半戦のもうこう無線界、ライセンスフリー業界というか、まあライセンスフリーっちゃライセンスフリーかのトピックは受信機、ハンディタイプの受信機じゃないかなと思います。ICOM のICR30 と、AOR の ARDV10 発売になった ICR30 が発売になって ARDV10 がこれから発売なのかなと思うんですけど、久しぶりのハイスペックのハンディ受信機ですよね。ICR20 が生産終わってからどれぐらい経つのかな、5万円超えるようなハンディ受信機って久しぶりの発売じゃないかなっていうふうに思うんですが、まあ僕は普段、このアレンコの DJX11 受信機としてはね、まあ愛用してるんだけど、どっちか買いたいなって僕もね、思ってるんですよね。ちょうどね、これ、山菜ブックスか。山菜ブックスさんから、面白無線受信ガイド19というね、本が出てたんで、まあこれ見てるんだけど、これ ARDV10 ね、関東で特集されてますね。迷うよね。ICR30 は R20 触ったことあるんで、まあいい受信機だっていうの間違いないんでね。そこにまあデジタル機能と、まあ新しいインターフェースで使いやすさが増してるのかなっていうふうに思います。まあ D-Star なんかの受信では、普通の D-Star ハンディ機みたいにね、DV モード的な感じで、こう、相手局表示とかできるみたいなんで、まあ、ICOM 機使い慣れてる人にいいかもしんないですね。もちろんデジタル回無線もね、受信できますし、ただ、秘話とかね、その辺は無理なんだよね。で、それに対して ARDV10 って、これ多分、ARDV1 と同じで秘話解読つくんだと思うんですけど、まあ、デジタル回無線のそういう秘話も含めて受信できたり、あと当然あの、ICOM 機と違うとこは C4FM、八重洲のデジタルも受信できると。実はね、ARDV10 一回手に持ったことあるんですよ。あの試作機をね、とある場所で触らせてもらって、もう持った感じの存在感はすごかった。ずしっという感じで、男らしい。多分、なんか、海外のなんかの筐体を使ってると思うんだけど、やっぱサイズがでっかいんだよね。そこがいいよね。まあもちろん携帯性ってこと考える人もいると思うんだけど、まあこのクラスの受信機になるともう携帯性うんぬんじゃないような気がするんでね。まあインターフェースとしては画面は大きくて見やすくて、こうアイコン的な表示にはなってるんだけど、キーが左右しかない。セレクトキーが左右しかないから、その辺のちょっと操作感は、まあ慣れなきゃいけないっていう感じですかね。まあこれですよね。この左右のキーでしかこう画面上の移動ができない。あとはこれ意外に大事なのが ICR30 はアンテナ端子が SMA だけど ARDV10 はこれ BNC ですよね。ですよね。ですね。BNC。この、まあ、好み分かれるかな。やっぱ付け外しに便利なのは BNC だし、最近やっぱ SMA のものが多いので、アンテナ SMA で揃ってるとかそういう人もいると思うんで、もうその辺も使い方次第ですよね。付け外しとかが多いんだったら BNC 絶対いいしね。難しいところですね。はい。あとは値段ね。どっちも高いんだけど、ICR30 は、10万円はいかないよね。8万8万数千円そんなとこでしょうかね。8万9万だと思うんだけど、ARDV10 は10万余裕で超えているということで、まあ、その辺も迷うとこね。実際さ、ぶっちゃけた最近その、聞く無線って限られてきてるから、そこにその金額を投じるっていうので、やっぱ、まあ、趣味なんでね、費用対効果じゃないんだけど、
迷っちゃうところはあるよね。まあ、あとはどんなとこ受診するか、特にこの本見ててさ、いろんなその受診の趣味、僕実際そう受診って趣味じゃないんであれなんだけど、乗り物無線っていうことでエアバンドとか鉄道無線とか、いろいろ乗ってますね。まあ、僕聞くとするとね、もうエアバンドぐらいかな。あとはちょっと興味があるのが船舶無線、それぐらいでね、他のなんかね、ほら一生懸命特徴とかあの業務局聞いてる方もいらっしゃるみたいなんだけど、その辺僕はね正直あんまり興味がないんでね、コンサートワッチとかね、そうすると本当結構聞くの限られちゃうんだよね。まあ HF の受信感度とか選択度がどうかなとかね、やっぱあの差が出るのその辺なんだよね。あの HF で、コン変調みたいなの受けないかどうかとかね、まあその辺が僕の使い方では気になるかな。まあどっちか変えたら、アタックさんと1台ずつ買おうとは言ってるんだけどね一応1人で2つ買うのちょっときついんで、そんな話はちらっとしたことあるんですけどね。でこの本読んでてさ、あのこの本結構その人気のハンディ機旧機種のレポートみたいなのが載ってて、僕の使ってる DJX11 の話も載ってるんだけど、これねちょっとびっくりしたのね、あの DJX11 ってあの2波同時受信ができるんだけど、メインバンドとサブバンドで受信感度が微妙に違うっていう、メインバンドの方が明らかに感度がいい周波数帯もあれば、なんかサブバンドの方がちょっとだけ感度がいい周波数帯もあるみたいなんで、ちょっとこれね驚きました。これ多分きちっとあの計測した結果なんでね、僕のあの適当レビューより優れてるんで参考になりましたね。まあこういうの大事っすね、ちゃんとちゃんとやるっていうねはい、なのでちょっとこれは参考になったなというふうに思ってますけども、はい、まあアイコム ICR30 は今月初めに発売されて、まだなんか出荷数が少ないみたいで、多分予約して届いてない人ってたくさんいるんじゃないかな。なんかあの今月の終わりかな、月末ぐらいにまた、たくさんあの出荷されるらしいですよ。で ARDV10 はいつなのかな、ちょっとまだ先、まあ間もなく発売なんじゃないでしょうかね。その他この本には ICR8600 と ARDV1、固定型の受信機のね比較なんかも書いてありますね。この2個はね僕も使ってみたんだけどね、この2個で言うと僕は ICR8600 の方が断然良かった。なので今度はハンディ機でねガチンコ対決っていう感じなんですかね。はい、ということで今日はちょっとあの取り留めもない話というか、抽象的ななんかぼやっとした話で申し訳ないですが、まあこの本を見つつね、ICR30 と、まあ、ARDV10、今年の前半戦はハンディ受信機のハイスペックモデルが話題だなぁというぼやっとした話でした。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。モモチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね日々の情報は Twitter の方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、Yahoo ブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またモモチャンネルでお会いしましょう。